クーセビツキーミュージックシェッド小沢征爾ホールタングルウッド音楽祭はアメリカ合衆国マサチューセッツ州西部バークシャー郡レノックスにあるタングルウッドで毎年夏に開催される世界的に有名な音楽祭である。室内楽、合唱、ミュージカル、現代音楽、ジャズ、ポップミュージックなど様々なジャンルのコンサートが数多く行われる。開催期間はクラシック音楽祭が6月から7月、ジャズフェスティバルが8月から9月にかけてである。音楽祭の期間中の観客数は35万人に上る。タングルウッド音楽祭のレジデンスオーケストラはボストン交響楽団であるが、多くのコンサートは他の演奏団体によっても催される。過去にセルゲイ・クーセビツキー、シャルル・ミュンシュ、レナード・バーンスタイン、小沢征爾などが音楽監督を務め、現在はジェームズ・レヴァインが音楽監督である。これまで出演した音楽家として、ヨーヨーマ、アンネ・ゾフィー・フォン・オッター、ピンカス・ズーカーマン、フレデリカ・フォン・シュターデ、ジョシュア・ベルらがいる。またアーロン・コープランドやオスバルド・ゴリホフらがレジデント作曲家を務めたことがある。ありがとうございます。